ブラウスさん、ようこそいらしてくださいました。お招きいただきありがとうね。これはまた賑やかな人数ですね。一緒に暮らす家族と来たよ。せっかくただなんやし悪いね。いえ、今日はお任せください。さあどうぞ。なんだ、トイレはこっちじゃないよ。トイレに用はありません。ニコロさん、私たちはマーレから来ました。戦士候補生です。は？この島にはもうじき世界中の軍隊からなる大攻勢が仕掛けられると思われます。それまでどうか耐えてください。そしてこのことを仲間のマーレ人に伝えてください。ちょっと待ってくれ。どうして戦士候補生がここにいるんだ。レベリオクが島の悪魔どもに奇襲を受けたんです。私たちは退却する敵の飛行船に飛び乗ったままこの島に上陸しました。誰か殺したか。女の兵士を。はい、仕留めました。ですがまだ数匹駆除した程度。私たちの故郷を蹂躙した報復はこれからです。はい、私たちは卑怯な悪魔どもには絶対に。何よ。お前が殺したのか。お前がサシャを殺したのか。フォルコ、ねえフォルコ、大丈夫。フォルコ、フォルコ、フォルコ、起きて。ねえってば。そう、フォルコ。おニコロ君、ベンとミアに何を。サシャを殺したのはこいつです。あなたの娘さんの命を奪いました。まだガキですが、厳しく訓練されたマーレの兵士です。マーレから退却する飛行船の中でこいつがあなたの娘を、サシャを撃ったんです。娘